小泉一真のこいちゃん。<ー>というわけで、小泉一真トークチャンネルこいちゃん今日も行ってみたいと思います。長野市議会議員小泉一真です。今日のお題。長野市保健所共同設置いい加減さにブチ切れ、こんな感じで行きたいと思います。今ピッピンって言いましたね。大丈夫ですかね？ さてあのー、去年もね長野市の保健所長野県の保健所共同設置のお話皆様にお届けしてまいりました小泉一馬でございますちょっとおさらいしますとまあ長野市と長野県の保健所一緒にしようっていうお話で全くメリットがないじゃないかしかもね長野市がせっかく地方分権の流れ中核市になって自分の保健所掴み取って たのに。長野県が半分よこせ。共同設置しろはい。どうぞって。それはね。独立したのに、また植民地になっちゃうと同じじゃないの？それが小泉の問題意識です。で、12月議会でも小泉一真質問させていただいたのは、皆様にすでにお知らせした通りであります。でね。小泉もその後ね。ちょっとね。なんか色々考えて情報公開請求していました。それがね。 ザザンこちらなんでございますでかいですね拡大しましたでねこれがねなんとこのタイトルタイトル抜けますかこれ長野市行政情報不存在不存在決定通知書でございますこれ不存在珍しいですよ小泉が情報公開請求してもねもう今まで何十回とやってますけど 不存在決定出てきたのはね2回か3回しかないですそのぐらいレアものの決定どういうことかあなたが請求した情報私ども長野市は持ってませんからそういう意味なんですじゃあねどういう情報を請求したのかっていうとちょっと読んでみますねこれねあのー、検討中の市と県の保健所の共同化のスキームとしての 以下の手法の評価と検証に関するすべての情報。で、以下の手法っていうのは、機関等の共同設置。これ今、長野市と長野県やってるやつですね。共同設置。それから次、事務の委託。長野県から長野市に事務に委託しましょう。これは小泉が議会でもね、提案させていただいたことでやり、やり方でございます。それから広域連合。今、長野のね、広域連合なんかも実際あります。そういったものに入れ込んでいくという方法。そして、その他。 こういったものについて評価検証をしているでしょう当然ね進めてもう周りのね長野県と長野市だけじゃなくて周りの須坂千曲市小布施町飯綱町そういったところまで巻き込んでやってんだから当然共同設置しかもうないんですこれしかないんですっていうそういう確証を持った話であるんでしょうね。じゃあその 確証のもと評価検証を小泉に見せてくださいそういう請求をしたんですねそうしたらそれが不存在ですよないそんな情報ないんです,です、ね、これ該当する行政情報を管理していない理由として上記司法についての評価検証は本市で実施していないため おかしいと思いいませんかおかおしいですよね。そもそもね、最初に長野県から長野市に保健所共同設置、一緒に検討しませんかというオファーがあったそれは元になっているのはこれです。県のね、職員が研究した成果になっています。平成25年度政策研究所グループナンバー1の研究報告書。 県保健所と市保健所等の在り方について住民サービスと行政効率の向上をいかに図るかっていうそういうタイトルでこれを受けて長野市に長野県は一緒にやろうぜってオファーしてきたそしたらねそれをじゃあ一緒にやろうって言われたらまず長野市としてね一緒にやる価値があるのかどうなのかそのぐらいのことは考えなきゃいけないですよねそうじゃないんでですよ今まで 何にも考えなしに保健所共同設置しかないそういう言い方です。でこれ1月6日ですよ長野市議会のね12月議会の後でこのね小泉が機関等の共同設置事務の委託後期連合その他っていうのをねそれをどうして拾い出して聞いてみたのかっていうとそれはね、まあ、このね報告書の中に出てくるんです。で共同処理方式とは 機関等の共同設置、事務の委託、広域連合みたいな手法、ほかにもあるんですよ。だけど、この報告書の中ではね、この3つが特に特筆されて、考え方としてはあり得ると言っています。だからね、共同設置、どうなの広域連合、どうなのそして事務の委託、どうなの長野県はね、 どうして共同設置にしたかっていうと長野県の権限をそこに欲しいんだってことしっかり書いてますよちゃんとはっきり書いてます逆に言えばね今は長野市だけでやってるんですよそこに長野県が入り込みてえから共同設置っていう方法を選択したんだって長野県はそう言ってるんですそれを間に受けて 長野市あじゃあ長野県がそう言ってんならそれしかないよねなんていう方向性で今までやってきている議会でね結論秋でやってんじゃないですかって小泉以外の議員も質問してますよ結論ありきではございませんって当然長野市は言いますそれしかね答えようないからでもじゃあねその結論ありきじゃなくて長野市の機関としてどういう検討をしてきたのかそれを示せ出てこない。 これを結論ありきと言わずして何と言うのか。でねあの、市民メリットがね、向上する話であればね、小泉だってこんなに言わないんです。市民メリットない。それは総務省がね、長野県が総務省に相談に行った時も、はっきりそんなメリットないですよねってことを言われてます。長野市にとってのメリット考えなければうまくいかないよ。はっきり言われている。 メリットもない検証もないだけど進めようとしているこんなおかしなことがあっていいんですかだから小泉一馬はこの件ねそんなにしゃ的り気になってなんで長野市が進めようとしなきゃいけないんだっ言ってるのはそこなんですで皆さんもねあの本当にねこの件考えてみていただきたい地方分権という流れの中で長野市は中核市になったそして保健所 長野県からの権限の異常のうち60%を占めていたと言われる保健所をね自分のリスクで責任で市民の生命健康を守るために運用していこうと決めたんですだけどそれが今長野県がねよこせって言って半分よこせって言われて長野市もじゃが言うのはしょうがねえかなみたいなことになってきてそれで本当にいいのかってこと小泉はよくないと思いますこれ3月議会でも しっかり追求していきますどうかご注目くださいにっ野市議会議員小泉一馬から皆様へのお知らせです小泉一馬の市政報告会開催いたします2月27日13時15分 長野市小牧公民館で小泉和もお待ちしております資料代として100円のみお申し受けいたしますのでどうかお運びください待ってまーす <noise>